にちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はですね、固定電話恐怖症ということについてちょっとお話したいと思うんですが、昨日のですね、朝 の、 情報バラエティ番組でちょっとなんかそういうことが紹介 されてましたんで、まあ、そのことについてちょっとお話したいと思います。まあ、固定電話恐怖症って特にこれ若い方に多いみたいですね。例えばなんていうんですかね、電話対応にね、極度の恐怖やストレスを感じるっていう、そういうあれですよね。まあ、その中で、まあ、昨日 の、 朝 の、 情報番組でちょっと話題になってましたけどね。ですから電話自体に拒否反応を示すということ、特に20代30代の方、若い方、慣れてないのかな、やっぱりね。どうしてもメールとか今 LINE ですよね、そういうのでコミュニケーションを取る方が多いっていうか、まあ、そういう電話がジーンとなるとちょっと恐怖を感じるというか、まあ、いきなりこの対応がね、その対応すぐしなきゃならない、その対応というか受け答えをすぐしなきゃならない、特に仕事で使う場合なんか特にかかってきますよね。お客さんから電話、まあね、固定客から電話来たり、まあ、いろんな取引先から電話来たりありますからね。まあ、そういう対応性がなかなかこうできないのが、まあ、原因かなという、まあ、ありますけどね。ですから今なかなか若い方電話が出ないということで、まあ、メールとか LINE、まあ、メールもメール離れもかなりもう結構進んでるかもしれませんけどね。まあ、そういうことはありますんで、まあ、私たちの場合中高年は意外と慣れてるんでね、そういう、まあ、電話の声でやっぱりね、その方のやっぱりなんていうんですかね、そのマナーとかね、人格がある程度、まあ、その対応で分かりますわね。まあ、つっけんどんな対応だったらやっぱりちょっと慣れてないのか、まあ、その方のまあ人間性なのかね、ちょっと分かりませんけど、そういう面では顔は見えないんだけど、その話し方、まあ、丁寧に本当に話されるとやっぱりこう一つ安心感あるなと。ちょっとメールとかその LINE ではちょっと分かんないような、そういう方のもうね、いい印象を逆に与える、まあ逆にこの電話中、まあ、ツールですよね。まあ、それをまた大事にしていきたいなと思いますんで、まあ、どうかねよろしくお願い申し上げます。